武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年学習院大学の日本史の勉強方法について話していきたいと思います。学習院大学の日本史、試験時間は60分間で、配点は120点満点の試験になります。大問構成は全部で5題出題されています。で、学習院大学の日本史は、日本史の総合力を問うような出題の形式になっています。2017年の経済学部の問題であれば、大問1に、5つの選択肢があって、それぞれ適切な5句を選んでいくっていうような5句を選択していくような問題、あるいは別の箇所ではもう記述で選択肢なしで書かされるような問題など、いろいろ出題されていました。なので、まずはそのしっかり語句を正確に暗記していくことが非常に重要になってきます。スピードマスターや日本史 B 一問一答完全版、こちらの参考書を用いて日本史の入試に必要な語句をしっかり正確に暗記しておくようにしてください。で、その時語句単位で覚えるのではなくて、その語句の中身まで覚えておくと、マーク式の問題の時に紛らわしい語句があった時、正確に判別して答えることができるかと思います。で、その身につけた語句を、しっかりアウトプットしていく場として、実力をつける日本史100題こちらの参考書をやり込むようにしてください。先のスピードマスターや一問一答で身につけた知識を100題の中で演習していくことで、しっかり本当に身についているかどうかが分かってくるかと思います。で、またその年号についても聞かれているので、元祖日本史年代暗記法何度も、取り組むようにしましょう。そういう、知識をしっかり身につければ、得点に直結しやすい試験になっておりますので、基礎を盤石に固め合格点を勝ち取るようにしてください。今回は以上です。